万博記念公園万博記念競技場万博記念競技場は大阪府水田市の万博記念公園にある陸上競技場、球技場としても使用される。施設は大阪府が所有し、大阪府が管理、運営も行っている。1970年の日本万国博覧会の開催終了後、記念公園として整備された万博記念公園に1972年に 開場した。1993年、ガンバ大阪のホームスタジアムとなることを受けて、ナイター照明を設置した。1996年には、翌年の第52回国民体育大会開催決定を受けて、スタンドを増築した。2006年にサイドスタンドが芝生席から立ち見席に改修され、中央自民が2万3000人から2万1000人へ変更された。 2002年に長い陸上競技場で FIFA ワールドカップの開催準備があったため IAF グランプリ大阪大会の会場として使われた。なお、2014年3月31日までは独立行政法人日本版国博覧会記念、機構が施設を所有するとともに指定管理者として運営管理も行っていたが法人解散となったため2014年4月以降は 大阪府がその地位を引き継いだ。メインスタンドから撮影した万博記念競技場のパノラマ。ありがとうございます。